いやーマジでさ、本当にね、もう何なんですかね、もう。ベロニカがいない、ベロニカがいない、ベロニカがいない。あんなに一緒に旅にしてきたのに、なんでいなくなったんだよ。あ、セイニャいた。もう日が昇っておりますわ。今朝長老様が宿屋にいらして、皆様をゼーランダ山の山頂までご案内するようにと出て行かれた。山頂か、大聖堂近くの山道を行かなければ長老様の待つとこ行けますわ。せいにゃー髪切ったな。ショートの方が可愛くないか。俺はベロニカの方が好きだったな。ベロニカ蘇ってくんねえかな、マジで。このゲーム生き返らされるんだからさ、生き返してくれよ。もうベロニカがいないよ。ベロニカがいないよ。ベロニカがいないんだよ。お、あれが魔王の城か。とっととぶっ倒してやる。あの野郎。ベロニカしく死んだ原因が作れたのはあのやいつだからな。実は昨夜また夢を見ましたが、ベロニカがここにいる姿が見えたのです。え？この場所は勇者の、かつて勇者様が邪悪な神と戦った後に空から舞い降りてきた地だと言われています。あ、これ、あれだ。ベロニカ持っとったな。今朝目を覚ましたら私の枕元に置かれていたのです。このフェイが私たちに道を示してくれるかもしれん。せやねん、さあ吹いてみなさい。ベロニカがいた？じゃあベロニカが戻ったりしないのかな。なんか起こるか。何も起きませんわね。これは宵助様がお待ちください。あ、光った。この光は、おお、なんだなんだなんだ。え、釣り？釣り？なんだこれ、釣りじゃん。笛が釣りになった。釣り竿になった。バカだ、私は夢を見ているのか。いや、釣りになるなんて。お、当たりが来た。え、何が来んの？まさかの釣り竿。まさかの釣り竿だぜ。ん？何も。お、なんだこれ。何これ、なんだこれ。クジラが釣れた。クジラが釣れたぞ。空飛ぶ魚、いえあれはクジラ。急に逆。おお、神話は本当だった。あれこそ私が夢で見たもの。神の乗り物ケトス。これがケトスなんだ。今伝説が蘇りました。その笛を吹けば神の使いは宵助様を大空へ誘いましょう。天空のフルート、世界のどこかにある天空に浮かぶ島を探すのです。きっとそこに闇を打ち払う新たな力があるはず。宵助様、お願いいたします。諸悪の根源たる魔王ウルノーガを打ち果たして、ベロニカの無念を晴らしてくださいませ。晴らそう、約束するよ。あ、セイニャと関節キスだな。
お、飛んだ。いや、全然ギャグじゃなかったな、これ。一瞬、ギャグなのかな？わかんないけど。吠えろ、行くぞ。空飛ぶクジラ、出発だぜ。空飛ぶ島でしょ？亡きベロニカが残した笛で。おお、空が飛べる。こっちが魔王の城でしょ？あ、なんかある。ここじゃない。あ、なんかあっちにあるっぽいな。あ、上にも行ける。あった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 。浮かんでるな、あれ。こんなとこに島があったのか。つか二つあるな。これは何だろう。天空の古戦場。あ、城だ。なんか城っぽいね、これ。なんでこんなとこに浮かんでんだろう。はてなはてなに乗りますか。着いたね。どこだ、ここは。天国かな。天空に浮かぶ島。長老様の夢の通りなら、ここに闇を打ち払う力が。何があるんだ。見たところ神殿のようですが、私たちがこの地に導かれたことには何か意味があるはず。皆様、あの神殿に行ってみましょう。さあ行きますか。はてなはてなはてな。あ、違う違う違う。いやー、ベロニカがいないの寂しいよー。さあ入ってみましょうか。何がいるかな。何がいるかな。あれ、誰か隠れてるな。何こいつ、宇宙人。魔人ブーみたいな格好してんな。うん、なるほど、お兄ちゃんがそうなのか。おいらは神の民だよ。神、神の民。神の民はロトゼタ社創世の時代から世界を見守ってきた天空の住人さ。なんだよ、そんなやついるのかよ。そりゃもともとこの辺りは神のも、た、みた、あ、魔王に襲われて、里となった浮島はほとんど地上に落とされちゃったね。俺らは生き残った最後の神の民なのさ。なるほど。じゃあめっちゃ浮かんでたってことになるのか。けど、なんであんたは助かったんだ。見たところ無事のようだが。この太陽の神殿の奥には、世界が誕生した時から燃え続けているという聖なる種火が祀られているからね。神の民の里が襲われた時、オイラはたまたま神殿内を掃除してて、聖なる種火の加護に守られてた、助かったんだ。へえ、そいつでもしかして魔王を倒せんのかな。何かご存知でしたら教えてください。あなたはそれほどの力か。聖なる種火は戦うための武器じゃないし、何のことだろう。子供なのこいつ。調べてみようか。あ、で、こいつがやられちゃうのか。神の民の名は伊達じゃないよ。太樹様が復活すれば、大いなる命の流れも蘇る。そうすれば、死んでいった者たちも、いつかまた新たな命として生まれてくる。オイラの家族や友達も救われるってもんさ。わかったよ。行こうか。あんた、ユースケのこと。気づいてたんだね、勇者って。さすが、神の民だ。あれ？何これ？あ、なんかすごいな。触れる？触れる？触れれる？
燃え盛っているな。なんて清らかで神々しい、この炎が聖なる畳なのでしょうか。ヨイスケの技が反応している。何かが起きるのか。お、なんだ。何がある。種火が消えた。あ、消えてここに入った。その器に宿ったってことか。聖なる種火を手に入れた。めっちゃちっちゃくなったな。皆様あれを。お、これは世界樹の葉？根っこ？あの苗木からは、あ、世界樹の苗木かもしれない。大事なことを伝えようとしている。見てみようぜ。じゃあ右から行きますか。こっから見てみましょう。これあれじゃね？世界樹の苗木じゃない？大樹の苗木。あ、ここさっきあったな。あ、勇者だ。あれ？この勇者超イケメン。技がある。これってやっぱりドラクエ1なのかな？今の光景はみんなに見えてたんだよね。あざのある方がいらっしゃいましたよ。もしかして老衆じゃない？あれは。あの方こそわしらの祖先、伝説の勇者老子様に違いない。まさかこのような形でその勇姿を見ることになろうとは。今のがかつて邪悪で神を倒した先代の勇者たち。え、4人で倒したの？あいつら。闇を打ち払う方法。他の苗木も見てみるか。じゃあこっち見てみるか。なんか浮かんでる、なんか、戦場みたいなとこがあったんで、多分そこで何か手に入るのではないですかね。入るんじゃなかろうか。あ、サマディ王国じゃん。あれが、この女の子は何なんだ？戦士、勇者、賢者、かな。サマディ王国。あの大きいハンマー、先代勇者ちゃんたちの様子からして、ただのハンマーじゃなさそうだけど。あのハンマーの形状、武器というより家事用のものに近いな。もしかしてさ、不思議な、家事のあれでさ、何か武器作るんじゃねえのか？あ、もしかして、岩のとこから、その火事のアイテム取って、火事屋のハンマー取って、トントンしたら、なんか強い武器が作れるとか？なのかな？ここはどこだ？ここどこ？あ、やっぱ叩いてる。やっぱ叩くんだな。なんか装備してるね。あ、みんなで交互に叩いてる。火山の近くってことか。火山の近くに行けばいいのかな。今の光景は一体。先代の勇者たちは何かの鉱石を集めて特殊なハンマーを使い剣を打っていた。もしかして私たちが見たのはかつて勇者の剣が作られた時の光景なんじゃないかしら。先代勇者たちも特別な武器を作る必要があったのか。なるほどね。勇者の剣は今は魔王の手の中だ。だがまだ手はあるぜ。もう一回勇者の剣を作るのか。なるほど。情報は少ないが、先代勇者たちの足跡を追うとするか。見覚えのある光景も風景もあったし、世界中を旅してきた俺たちならきっと手がかりを見つけられるはずだ。最初の鉱石を採掘していたのは天空の浮島じゃったな。神の民のなら何か知ってるかもしれんの。
さっき通ってきたからな。きっとサマディ中、そうだね、サマディの王様に聞けばいいか。剣を打っていた山、あれはホムラの里から見える火山のはず。ホムラの里か。なるほど。お姉様と歩んできた旅の日々、必ずや生かしてみせます。行くか。新たな武器を作りに行こう。新しい勇者の剣か。どんなになるんだろうね。気になるな。兄ちゃんたちどうだった？いや、いい収穫があったよ。この炎で何かをやる感じかな。なるほどね、そんなことが。でもそれで思い出したよ。じいちゃんから聞いた大昔の言い伝えを。邪悪の神と戦った人間、つまり先代の勇者は、闇を打ち払う特別な剣を作るべく、聖なる種火を持って冒険したそうだよ。あ、そうなのか。なるほど。多分天空の古戦場、古戦場。かつて特別な金属が採掘できたところなんだ。それを向くと大きな戦いがあった。もしかしたら兄ちゃんたちなら、行くなら気をつけてね。なるほどな。そのような場所が確かめるしかあるまい。世話になったな。忘れていたルーラーの先を、ルーラーの先を思い出した。お、よっしゃ。レッツゴーですね、これは。行きましょう。とっとと行こうか。降りまーす。おや、何かが霧で阻まれている。とても大きな食材。おお、カバカガリ火で燃やせるのかな。お、燃えたね。光を灯せ。お、道が開けた。ここのどこかにあるはずなんですよ。なんか洞窟があるな。こっち側キャンプしようか。ユグナの呪い、鎧。おお、変わった。これも悪くないな。これが本来、勇者がなるべき姿？ユグナーの王子として、国を治める、こういう風になるはずだったんだろうな。プリンスコートの方が強いし、こっちの方がしっくりくるな。この地にいた神の民、埋蔵されし鉱石には闇を打ち払う神聖なる力が入っている。作りし武器はロトゼタシアの未来を守る大いなる希望となろう。ははあ、なるほど。わあ、怖え。めっちゃ怖えじゃん、こんな。下見えねえし。なんか宝物あるな。こっち側行けないっぽい。うわあ、これ落ちたら死ぬよ、完璧。うわ、断崖絶壁。やべえ。勇者よく行けんな、こんなとこ。よく行けますね。さすが勇者さん。あ、また石碑がある。邪悪な神に従う、眷属の魔物たちは、この島に眠る、神聖なる金属の鉱脈を狙い、何度となく襲いかかってきた。平和だったこの町も、島もすっかり荒れ果て、天空の戦場と。そうなんだ。何が入ってるかな？レシピブック、聖女の誓い。聖女のティアラ、聖女のドレス。これは、マルティナ、聖女に着せる用かな？多分。つか、バニーちゃん、ここで何してんの？お兄さんパフパフしない？こんなとこにいんの？お前魔物だろ。
パフパフしてこよう。私についてきて。なんか怪しいなぁ。行ってみよう。されに行こう。ここ?さあ準備はいい。 目をつぶっていて力を抜いてリラックスして、目を開けていいわよ。ん?下?あ、やべえ、マジか。バンジージャンプ。ガッツで飛ぼうぜ、気分はヘブン。レッツパフパフカウントダウン。3、2、1。バンジー。これのどこがパフパフなんや。パフーン、パフーン、はは。そう来たか。またやりたくなったら声をかけて。そう来たか。まあ、てっきりすごいところまで落とされるのかと思っちゃったよね。欲望に目がくらんだ勇者でした。さあ行こう、入ろう。そろそろ着くんじゃないか。鉱石が眠るその場所というところにね。あ、なんかあるな。これが魔王に絶対絶大的な力を持つ石か。最後の一個だけある。鉱石なのかしら。じゃあ取ろうか。ひょっとしてこいつは。神ちゃんどうしたの。財宝伝説オリハルコン。あ、オリハルコンか。オリハルコンだってさ。そうか、それが勇者の剣か。そうだね。よっしゃ、オリハルコン手に入った。FF と違って全然手に入んないんだな。よし、次の場所に向かうか。次はハンマーをゲットする感じになるのかな?じゃあルーラーで飛んでいくか。お、着いたね。勇者の星がザマディに迫っているという噂は本当だったのか。あ、これ?勇者の星って。地下。これ勇者の星だったのか。大樹が地に落ち、世界が闇に包まれた後、逃走として落下を始めたそうだ。へぇ、あ、こいつだ。透明じゃなくなってる。勇者の星か。透明じゃなくなってんな。登ってる。何してんの?何してんの?爆発したりする。おとぎ話しすぎんと思ってた。気づいてない。感触がないのか。どうした、ヨウスケ。人の話も聞かずぼーっとしよって。しょうがないやつだよな。ごめんね。ロトゼタシアを永遠に見守るため、天に昇り、勇者の星になったと神話がある。エレノアが好きだった老子様の神話。魔王によって世界が崩壊した今、勇者の星が落ちてきたことを考えると、おとぎ話とは言い切れんかもしれんの。あの星がこのままザマにも無事ではすまない。なんかいたけど、あれは何なんだろう。もしかして勇者?勇者だったりするのかな?
ちょっと防具をね、変えましょうか。これ二刀流を同じやつにしたらどうなんだろう。魔剣士のレイピア。あ、なんか取っ手が、やばいな。ハンマーは、やっぱり国宝、なんかこの王国の人たち、売る傾向にあるんで、売ってるかもしんないな。売ってる可能性ワンチャンあるよ。王様、お久しぶりです。鍛冶屋のハンマーについて、お聞かせください。王子に借りあるから、なんかくれよ。危険な真似はよすのだ。お!だいぶなんか頼りがいある男になってるな。待て。目の前に伊予祐介がいるぞーい。いつやはファーリスがお世話になった。だいぶたくましい男になったな。なんとそのご参観は、あの日、16年ぶり。世界の崩壊という最悪の事態を招いてしまったこと、どうかお許しください。顔を上げよう。ウルノーガの仕業だったのだ。他の誰に非があるわけでもない。勇者の星のことだ。このまま地上に落ちれば取り返しがつかん。確かにな。今のところ何も分かっていない。困ったね。息子とファーリスがあの星を受け、赤い結界に刻まれた文字のようなものを発見したのです。そこに何て書いてあるの?ああ。バクラハ砂丘?勇者の落下を始めたのか調べに行くぞ。よし、ついでに行こうか。任せたまえ。息子さんは何とかしてこよう。サマディはもうおしまいですわ。うわぁ。なんか歯車みたいなの回ってんだよな。どこに持ち歩るんだろう。あ、いた。ちょっと文字が見えるわけないだろう。もっと近くに行って調べないと。バクララ砂丘。じゃあここから文字が解読できるっていうのか。お、王子ちゃん、たくましくなったな。マジで随分成長したじゃないね。あの頃はビビリだったのにね。あ、あなたはデルタガールの英雄グレイグ将軍じゃないですか。俺の知ってるの?もちろんそれは知ってるでしょ。これまで頑張ってきたんです。民を守ろうとするその勇気を前を立派な騎士だぞ。じゃが時に応じよう。その様子を見るに、勇者の星の調査はなかなか苦戦しておるようじゃな。じいさんそうなんだよ。おいおい、王様だぞ。では主が見つけた古代文字、わしが解読してやろう。え、じいさん、あんたも古代文字を読めるのか?ありがとう、助かるよ。遺跡か、あっちか。文字があるのか。てか、老じいちゃんはそこら辺も長けてるのかな?なんでもできるな、マジで。王様だし、戦闘もできるし。禅王だけどね。なんだ?うわ、でっか。サボテンかと思ったら違った。あ、そんな感じで見るわけ?